コスモスの花がたくさん必要なときは、1工程ずつ分けて作りましょう。作り方は、お花紙で作るコスモス2021年版をご覧ください。お花紙を16等分の屏風折りにしたら、両端をクリップで留めます。それをちょうど真ん中で切っていきます。両端をクリップで留めているのでずれません。一度クリップを外して半分に折ったら、もう一度クリップで留めます。花びらになる方のギザギザと真ん中の部分を少し切っておきます。開くとこんな形になっています。クリップはまだつけておきましょう。真ん中のくぼんだところを園芸用ビニールタイでキュッと縛っていきます。ここまでできたらクリップを外します。折り山を潰すようにお花紙を開いていきます。コスモスの花らしくなってきました。真ん中に盛り上げるように木工用ボンドをつけたら、発泡スチロールビーズをつけます。真ん中に貼るのは黄色いシールなどでも構いません。しっかり乾かしてから裏返しましょう。真ん中にワイヤーが出ています。茎をつける場合はここにつけてください。茎をつけない場合は、飛び出ているワイヤーをペンチなどで切り取ってください。ボンドをつけているので外れることはありません。これをひっくり返せば、コスモスの花の出来上がりです。みんなで作るともっとたくさんの花を作ることができます。コスモスの葉と組み合わせて貼りましょう。つぼみや開きかけの花もあるといいですね。並べ方を変えたり、羊雲と組み合わせたりして、秋の壁面を飾りましょう。